ミキチャンネル。本日はご来店いただきありがとうございます。ちょっと待って、デパート、それデパートの店員だと思うんですけど、ちょっと違うと思うんですけど。ちょっと違う。本当。今日ミキチャンネルのですね。うん、これミキチャンネルだろ。そう。あら、初登場。初登場。いや、みんな見た。いらっしゃいませ。いやだ、ミキチャンネルでこうなんかちょっとスペシャルな、ちょっとご覧ください、このバーミキママ、ね、ミキママです。いいんじゃない、アクリル板越しに今日はねお届けしていきたいと思います。お願いしますね。なんか猫もいるし、そう今日はね、あの本物連れてこれないからね。ああそう、アレルギーの人がいるから。そうなんですよ、私触っただけで手がかぶれちゃうんですよ、猫ちゃん。好きなんですよね、すごいリアルだけどね。でもね、かわいいね、この子本当にね。いや、まあ、この度はですね、はい、あのまあ、先日オンエアになりましたけれども、ザ・カラオケバトルデュエット対決ということでですね、今回はなんと緑ちかと宮本美紀が違うよ、だから宮本緑っていう芸名がついてるんですよ、本当に宮本緑っていう芸名使われてますかね、あれ。いや、使ってほしいし、うん、逆にね、このね、ミキチャンネル見た人で、うん、あの宮本緑じゃなきゃうちは営業いりませんっていうぐらいに、やっぱりこう、ほら、あ、いいですね。そう、だから宮本みどり、合言葉は宮本みどりで、これからほらレパートリー増やしていきますんでねそうですね。そう、まあ、私宮本美紀で、あのそもそもイニシャルが MM だから、うん、変える必要もないですよ。あ、そうね、 MM で、そうね、ああ いいんじゃないですか。 MM って言うとなんかド M みたい な、まあまあまあ、あの外見に似合うと2人ともそうなんですけどこんだけちょっとこう強そうでさ、圧迫感のある2人だけど実はド M ですっていうのがもうあの営業トークみたいになってくる。そう、あ、でもほら、ちゃんとほら、臨機応変にさ、あの幼稚園とかに呼ばれちゃった時はド M キャラはほら、そうよ、そんなお話はできないので、そうそうよ、あの童謡をさ、ちょっとさ、ジャジーな感じでアレンジしたりとか、うん、ね、夢広がるよね。夢広がると思うよ。まあ、でも本当に今回見ていただいて、あの意外と宮本美紀と緑ちかの声のこう相性がいいっていう風に思ってくださった方多いじゃないですか。いや、本当にそれは宮本美紀は本当にそう思ってる。思ってるよ。本当。いや、だから最初は本当これどうなっちゃうんだろうと思ったんですよ正直、ね、だけどやっぱりほら、あの大人だし場数も踏んでる2人だから、あの
声そもそもなんか持ってるこのちょっとこうクラシカルなニュアンスもね、うん、まあ私も持ってたのもそうだけど、うん、ピタッとあったよね、うん、2人ともほら留学してる経験があって海外での暮らしも長かったから、うん、なんかこうちゃんと自分っていうものを持ってるじゃないですか、うんうん、で持ってるけどでも自分もちゃんと見せなきゃいけないけどあのそのなんていうの協調性みたいな、あ、そうね、そういうそのその場に馴染んでいくっていうさ、カラオケバトルに出る前とかだったらば、うん、多分ねもっと自分を出しただろうし、もっとなんかこう音楽を壊しかねない何かをしようとしちゃってたかもしれないんだけど、やっぱりそこはね宮本美紀の音楽もすごい好きだし、うん、なんかそれは知ってるじゃん、うん、私のファンだってことは知ってるでしょいや本当にそれはファンなんですでなので逆にここで喧嘩してもしょうがない相手なんですよあの逆にそれよりもじゃあカラオケバトルでせっかく育ててもらった2人だからなんかほろっとこう泣いてもらうじゃないけど、うん、その瞬間を作りたいなっていう気持ちのがあるね、あったよね、それはね、うん、なんか私たちほらトップセブンって言われて、まあ、頂点をこう争うような感じでもう長年ね番組出させてもらってるじゃないですか。でなんかそれってちょっとこうアスリートみたいな、そうそう、でアスリートってスポーツマン精神というかそのスポーツマンシップって結構その戦いが終わった後のお疲れ様でしたよく頑張ったねってお互いにこう握手したりとかってすごく なんか感動するじゃない、すごい近いものを感じません、あ、そうですよね、あ、そうですよ、そうなんですよ本当にだからすごい練習してお互いもう意識し合って、あ、今日はもう私が優勝したい、ね、相手の調子はどうだろうとかいろいろ考えますけど、でも結局そんなこと考えてた考えてたわよ、だけど終わるじゃん、終わるとなんかお互い同じ努力をした相手が愛おしく感じるんですよ、仲間意識もすごいあるし、あ、それはね本当にこの何 3G 私たち何 3G 世代って言われて 3G 世代の時はすごいそれを感じたよね、感じた、まあ、カラオケバトルっていうのはある意味なんか一つの競技みたいな、うん、ちょっとこうスポーツ的なとこがアスリート的なとこがあって、うん、でもみんなが本当にねしっかり練習して頑張って頑張ってその戦いに臨みました、だけどその戦った相手に対するリスペクトとか、あとこんな練習この点数を出すためにきっとこんだけの練習したんだろうなって予想もつくし、もう 5G 時代って言われてて私たちなぜか 3G 時代って言われてるんですけどいやいやいや、なんかこう人情とかね、うん、あとなんかいろんなことを考えると私はすごいなんか好きなんですよ、この世代が、いや本当におっしゃる通りですよおっしゃる通りで、あのやっぱり人間のあったかみがすごい出てくるし、歌もそれぞれが個性的だったでしょ、うん、個性的だったね、なんか個性のぶつかり合いみたいな、なんかキャラも全然かぶりませんみたいな、そう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 、感じだったから怖かったもん、シカちゃんが最初は本当に怖かった、いやそれはね番組のスタッフに言ってください、あのだって私が弱気なこと言うと、いやメルさんそれは使えませんって言われちゃうもんだもんあのさ、チカちゃんが歌い出す前のイントロとかでこう構えるんでしょ、そうこう構えた時にもうなんかこう息生唾を飲むみたいなごっくんみたいな怖なんかさ、こう自分たちがライブでこう歌う時の音楽との向き合い方というか、まあ、歌を歌うっていうその姿勢とやっぱカラオケバトルってやっぱすごい違うから、まあ、ある程度点数もある程度とかもろ点数を気にして歌うじゃないですか、そうそう、でなんかそこの大人になってプロとしても活動してるけど、だけどそこをちゃんとカラオケに合わせに行ける私ってすごいって思った、あのいろんな番組見るけどやっぱカラオケバトル出てくる人たちってうまって人多くない、うまいうまい、それは本当にさすがだよね、さすがだし、まあ、いい刺激だよね、確かにね、だから、うん、だから 3G5G で負けてる場合じゃないんですよ、場合じゃないんですそう、私たちはこれからもね、あの居座り続けて、もうどいてくださいって言われるまでもずっと居座るつもりでね、いや本当ね、まあ、だから今回のね「命の歌」もなんかそういう私たちの大人の魅力じゃないけど、まあ今までやってきたいろんなものを集大成みたいな感じで、私たちも、まあ、点数はもちろん出さなきゃいけなかったけど、すごいちょっとつぎ込めたよね、そうやっぱり背負ってきたものがもういい年になってきたじゃないですかで若い時にこの歌を歌った時は多分そんな味は出ない、
味が出ないというか自分も分からなかったこととかが、うん、もうこの年になったらだいぶいろんなこと経験してきて分かるじゃないですか。あのなんか歌っててもうるっときちゃいそうだ。いや分かるね。いや私ね初めてそうだ。あのさ終わった後にまずさパッと見たら宮本亞門さんが泣いてたことに対して私もうね、そう、あとなんかその後のその酒井さんのコメントとかが今までにないぐらいに、なんか酒井さんってすごく頭のいい方だから場を盛り上がるため投げるためにいろんなことをおしゃべりしてくださるじゃないですか。じゃなくて本当に慎重に言葉を選びになって言ってるのが分かって、その後の言葉を聞いた時になんかね、私これ魔女のくせに泣いちゃいけないのってそこは魔女根性 でしかも隣にミキいるし、ね、泣き情報のミキがいるしすぐもらっちゃうから、ね、そうで号泣してる亞門さんいるしダメだ宮本と思ってこの宮本と宮本コンビはあっちダメだと思って、まあ、本当に今日はねミキチャンネルに、ゲストでありがとうございました。まだまだね喋りたいこといっぱい宮本美香の秘密は知ってますから。コラコラ。あのまた呼んでください。うん、またぜひ来てください。はい、今日はゲストはみどりちかちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。今日はみきチャンネル、ご視聴いただきありがとうございました。これからもね、たくさんいろんなゲストをお呼びしたりとかですね、週1回、カバーをアップしていきますので、これからもチェックしてね。ではチャンネル登録お願いします。猫ちゃんだよ。バイバーイ。